ました。ただいまの出席委員数8名、定数数に達しておりますので、会議は成立をいたします。ただいまからデモテック戦略特別委員会を開会します。本日はオンラインでの委員会出席を認めることといたします。その理由は新型コロナウイルス感染拡大が収まらない状況でもあり、可能な限りこれを防ぐためです。委員の皆様におかれましては、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。本日は事前に、委員会条例第15条第2項の規定に基づき、オンライン会議システムにより出席をしたいとの申し出があり、委員長はこれを許可しております。また、本日の会議の映像は、市議会 YouTube サイトでライブ配信いたします。本日の委員会にもデモテック協定関係者がズームでご参加いただいております。関係者のズームでの発言は委員会の休憩中の発言として認めていきます。本日はズームに米田様、高橋様、中村様、小内様が入室していただいております。発言を希望する際はチャットに発言希望の旨を入力いただくか画面にわかるよう挙手願います。なお、当初の予定では本日、当委員会に参考人としてデモテック関係者の皆様にご参加いただく予定でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大により、オンラインでの入室にとどめさせていただいたことをご理解願います。それでは本日の委員会は、サイドブックスに搭載した審査日程に従って進行いたします。審査日程の2、オンライン会議の課題調査についてを議題といたします。本日の当委員会、開会前に第4回目となるオンライン模擬議会を開催いたしました。ご協力ありがとうございました。先ほど述べました通り、今回の模擬議会は完全オンライン用の新しい会議規則素案に基づき、その調査検討過程において出された主な課題を実際の運営で解決するために行いました。詳細は議長から配布された課題シートに入力して提出いただきますが、委員会での発言として残しておきたいことや質疑等の発言を求めます。皆様何かございませんでしょうか。鈴木委員、どうぞ。はい。皆さん、お疲れ様です。先ほどの模擬議会の中で、岩崎次長がですね、秘密会のところで、ブレイクアウトセッション機能がですね、いつまで、あるかわからないというような発言をしていたかと思うんですが、これは、あれですかね、その辺の説明をちょっと求めたいと思うんですが、よろしくお願いします。はい、岩崎次長。はい。はい、お疲れ様でした。今の鈴木委員のご質疑に対してお答え申し上げます。ズームの機能で、ブレイクアウトセッションというのが現在はあります。ただこれは、ズーム側の方が、いつのかの更新でですね、その機能をなくしてしまう。ということも可能性としてあるという意図で、ご発言をさせていただいたものでございます。日々っていう言葉は適切かどうかわかりませんけれども、こう頻繁にですね、そのバージョンアップといって、いろいろ更新がされます。セキュリティの面だったり、機能の面だったり、というもので、いろんなその、本当にちょっとしたところから大きなところまでありますので、これまでのこの委員会の討議の中でもですね、システムのに依存しない運営をきちっと考えていった方がいいというご意見が出てたと思われますので、先ほどの発言に至りました。以上でございます。はい、鈴木委員。はい、ありがとうございました。で、これが、ということは、全くなくなる可能性もあるし、なくならない可能性もあるということで、という理解でよろしいでしょうか。はい、岩崎次長。はい、その通りでございます。仮に取締役会として新しい会議標準会議規則案を提言するときに、これは他の地方公共団体議会が使うときにですね、そのブレイクアウトセッション機能だけに依存してですね、秘密会の運営方法を考えてしまいますと、
その機能がなくなったときに、オンラインによる秘密会ができなくなる、できなくなってしまうということがありましたので、知り得る者がいない環境を作って、それを、まあ、漏洩したりとか、漏洩する環境を作ってしまったときには、まあ、懲罰的なものの対象にしていった方がいいんじゃないかという意見が一方であるというのが、この委員会の議論経過だというふうに理解しております。以上です。はい、ありがとうございました。その他、皆様の方から何かございませんでしょうか。じゃあ委員の皆様からないようですので、なしと認めます。それではここで休憩をしてデモテック関係者の皆様の発言をいただきたいと思います。休憩します。まずはじめに米田様、よろしいでしょうか。お願いいたします。あ、すいません。ここではどの発言をさせていただければよろしいでしょうか。先ほどのですね、模擬を振り返りまして、はい、何かお感じになられたことございましたら、はい、了解しました。はい。あ、失礼しました。はい。そうですね。先ほど、ご質問が鈴木議員の方からありましたようにですね、まあ、私どものサイドボックスもそうですが、日々バージョンアップを繰り返しておりますので、システム会社の方が判断してですね、固有の機能を、まあ、やめてしまう、大きく変えてしまうという可能性もございますので、機能に頼り切った運用ではなくてですね、あくまでもその代替が効くような形を取った運用をしていくのが、ベストかなと思っております。まあ、先ほどのヘッドホンをつけるとかというのも、まあ、一つの例でございまして、物理的に何かで遮断をするとか、変更するとか、こういうことも一つ、まあ、検討を、まあ、今後の議論の中でしていただければ、システムだけに頼らない運用ができてくるかなと思っております。以上でございます。はい、米田社長ありがとうございました。なんかこの後何かご予定があるということですので、すいません、お時間見て退出していただいて結構ですので、はいはい、こちらの方で退出させていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ次に中村様よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。まあ、これはですね、先ほどの議論の中で少しやり取りがありましたけれども、まあ、秘密会についてはとても大事な制度ですので、これはやっぱりオンラインで、できる方向で、まあ、ご検討されるのがいいんじゃないかなというふうに私個人的には思いながら聞いておりました。でもう一つはですね、これまあ、会議規則とかそういうのとは少し違うこと視点になりますけれども、やっぱり議場に集まるとかですね、市役所に集まるとかということではなくて、例えば、緊急の場合であれば市役所 の, いろんな関連施設っていうのが多分市内全域にいろいろあると思います。そういうところとかですね、あるいは大学とか小学校とか、いろいろですね、いわゆる公立の建物っていうのが、公設の建物ってたくさんありますので、そういうところが使用できるような、まあ、そういうですね、緊急事態の時にはやはりそういうところを活用して、議論ができるという、まあ、そういったですね、制度も合わせてご検討されると、よりいろいろなことに対応ができるんじゃないかなというふうに思いながら聞いておりました。私の方は以上でございます。はい、中村様ありがとうございました。次に幼い様よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。まあ、秘密会の話題がこう結構上がっていたと思うんですけども、こうして考えると、まあ、結構議会さんによってはなんですけれども、こまめにこう休憩を取って、ちょっと議論が行き詰まった時にちょっと暫時休憩しようっていうことで休憩を取って、その場でなんかこうざっくばらんに意見交換をして、またちょっと話の整理ができた段階で再開しますってことでやられる議会さんって結構私見ていまして、でオンラインだとちょっとそういったその秘密会ではないけど、ちょっと休憩入れて議事録に残さないようなざくばらんのちょっとやり取りをしなきゃいけない場面って、まあ、あるんだろうなと思いまして、やっぱりそうなると
秘密会の運用がオンラインでやっぱりできるっていうのが、まあ、秘密会に限らずそれが今度ちょっと休憩取ってっていうようなことなんかにもつながってくると思いますし、まあ、そのためのブレイクアウトセッションっていうその機能があるんだと思うんですけれども、そこのうまい使い方っていうのはこれ多分頭だけで考えるよりは実際に何回かやってみてトライアンドエラーみたいなのがやっぱないとですね、なかなかこう確立していかないのかな、まあ、想定しながらルールを作るっていうのは大事ですけれども、やっぱりそういった何回か経験をしないとこれってこうできてこないのかなっていうふうに感じております。以上です。ありがとうございました。で最後に高橋様よろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。そうですね、サイドボックスの新機能ですね、氷結差制御のシステムなんですけれども、すいません、早速お試しいただきましてありがとうございます。で、まあ、こういう大人数での実施するところも私見れたので大変参考になりました。ちょっと一点気になったのがですね、画面共有いただいたですね、参加者の、名前の表記がですね、少し小さかったかなというような、印象を受けまして、これ、もうですね、ちょっと、開発の方でですね、なんか大きくできないかというのをですね、開発項目の方にですね、加えてみたいと思います。ちょっと私、小さいなという印象を受けたので、思いました。はい。あとはちょっともう一点、非常に関心というかですね、したのがですね、まあ、機能的には iPad 一つでですね、サイドブックスとそれから Zoom 同時に立ち上げて、閲覧できるというのはできるのは知ってたんですけど、操作的にちょっとハードルが高いかなと思ってたんですけれども、すでにもうご案内されていて、一部そういうふうに、使われている方もいらっしゃるんですかね。非常にですね、参考になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。岩崎次長、はい、関係者の皆様本日もありがとうございました。今いただいた意見の中でいくつかご回答等させてご説明させていただきたい部分がございます。まず中村様からいただきました、議場以外も想定しておいた方がいいんではないかといったご意見でございます。こちらにつきましては資料でも関係者の皆様には今朝ですか、資料としてお送りさせていただきましたが、新しい、まあ、会議規則の素案の第1条をご覧になっていただくとですね、議員は召集の当日会議定刻前に召集者が指定した議事の場に参集しなければならないというふうな今素案になっています。つまりは召集者が指定した議事の場、完全オンラインになったときに今の考えのその議場という考え方っていうのはもうなく、ゼロで考えようという考えたときには議場がない議会ももしかしたら発生してくる。例えば取締役会では24人の議員の皆さんと、執行機関事務局職員また傍聴的なできる空間っていうのが確保できるようなスペースの場所に議長が招集するっていうことも想定されているので、それがもしかしたら先ほど中村様がおっしゃられたように大学の一部空間なのかもしれないし、そういう許可とかそういうものの必要のない市の公共施設の広いスペースであったりということが、も可能になっている今素案となっていることをご理解いただければと思います。続いて長内様からいただいた意見につきましては、すでに取締役会では12月の議会の時からかな、休憩中はメイン会場から委員の皆さんはブレイクアウトセッションルームの方を作って、そこにおられて、で、そこで、まあ、お昼休みとか、そういったちょっと長い時間の休憩中は、ブレイクアウトセッションで委員の方はメイン会場から、話すというような形をして、現実に再開するまでそこでなんかまあ、お昼食べながら雑談をされている方もいらっしゃったりとか、もう完全にビデオオフで、おられる方もいたりっていうような運営をしているので、まあ、トライ&、まあ、エラーはまだ今のところしてないですけど、トライはしているところでご理解いただければと思います。で、高橋様から今いただいたご意見につきましては、名前が小さい件についてはもう以前にですね、前任の方にもお伝えしてですね、当時は取締役会まだこの、
カメラ、議場内カメラ入れ替えてなかった関係等でですね、映りがあまり鮮明でなくて、議員の皆さんの指名表示がこうぼやけてるという現象がありましたが、そこは音声テックの協定でカメラを入れ替えまして、画質に関しては向上しました。で、文字は大きくしてくださいっていうのは、こちら側としても要望はしていたところなので、ぜひですね、東京インタープレ様の方で改良していただければありがたいなと思いますので、お願い申し上げます。私からは以上です。はい、議長ありがとうございました。休憩中です。補正委員どうぞ。はい。はい。今の お話聞いてて、特に幼いさんのお話聞いて、やはりこのオンライン化、議会をする場合、ホール、いわゆる議場をオンライン化どうするのかということを中心にやっていったわけですけども、しかしリアルに考えれば、本会議場で物事が決まるのは最終的にはそうなんですけども、それ以前には、やはり、ロビーとかルーム、廊下や控え室というようなところでの、活動っていうのもあるわけなんですよね。で、これで、流れを決まるというような場合も往々にしてあるんで、このロビーとかルームというのを、このオンラインの中で、どういうふうに捉えて、位置付けてやっていったらいいのかなと。これも、このホールとロビーとルームが全部セットにならないと、本当の意味での市議会のオンライン化っていうのにはならないんじゃないかなというような気がしまして、またまた課題が多くなったような気がしております。以上です。武井次長。はい。今の補正委員のご意見に対して、一つ機能としての部分でご説明させていただきたいと思います。ブレイクアウトセッションなんですけれども、これまで取締会で行っているブレイクアウトセッションは、ホスト側で指定したルームに入る、移動していただくというふうな制限を加えた形のブレイクアウトセッションの機能を使ってました。ズームの機能として現在は、参加者自身が部屋の移動をするということも可能な機能があります。なので、例えば今、補正委員がイメージしている、例えばですけども、休憩中に、会派ごとに、ブレイクアウトセッションルームを作って、休憩時間を取っていました。そこで、例えばですが、補正向会派クラブさんが、違う会派の人と、ちょっと、議事入る前に相談がしたいって言ったときに、その移動を自由にしておけば、つまりは、この議事堂で考えると、廊下は当然、自由で、トントンでノックして、隣の会派の部屋に入ったりできますので、それを空間を作っておくと、補正委員自身が A 会派のところへ、自らが移動していって、ちょっと A 会派の皆さん、こういう話があるんだけど、相談したいんだけど、とか、そういうことが、機能的にはできる状況にはあるということでご理解いただければと思います。以上です。はい、ありがとうございました。その他、委員の皆様、何かご発言、よろしいですか？関係者の皆様も今の、発言で何かまたさらにあったらお願いしたいんですが。すいません。一つ確認してもよろしいでしょうか。はい。中村様どうぞ。はい、さっき岩崎次長が説明いただいた会議規則を改善したところの、修正したところの第1条の、ここの解釈なんですけど、先ほどの説明だとですね、例えば A 議員さんが小学校とか、例えば B 議員さんは別の場所とか、なんかそういうことも可能だっていう、そういう認識でよろしいんでしょうか。岩崎次長。はい。難しい課題を投げていただいたところと理解してます。多分、私だけじゃなくて、今ここにいらっしゃる皆さんは、一つの会場っていうイメージをしていたと思いますが、この条文だけを見たときには、招集者が指定した議事の場、っていう解釈論にこれ多分なってくると思うんですけど、まあ、例えば取手でも、東西南北、こう分けて、東地域にいる人は、何々公民館のどこどこ、西地域にいる何々議員、何々議員、何々議員は、どこどこっていう招集通知を出せば、これごめんなさい、不可っていうのは、
できないとも思えないしっていうところでいう答えが今しかできないです。ちょっとイメージを膨らませていかないと、既存の凝り固まった頭をちょっと一回壊さないとなんかダメな感じです。中村さん、まあ、ありがとうございます。はい、今岩崎さんの方から東南シャーペという言葉がありましたけど、僕もそのイメージとしては一箇所に集まれない時があるんじゃないかなと思うんですね。で、まあ、オンラインのいいところっていうのはそういうところもフォローできるかなというイメージを持ったので、ちょっとそこの確認と思って聞きました。また検討課題ということであれば、またこれをいろいろ議論できたらなと思います。私の方は以上です。中村様、貴重なご意見ありがとうございました。岩崎次長、はい、すいません、申し訳ないです。今これ事務局内に、議場内にいる事務局内で今解釈論を喧嘩がかが始まっちゃったんで、これは多分すぐ答えは出ない、ちょっと勉強させてくださいっていうところで留めさせていただくのと、逆に関係者の皆様からこういう考え方もあるんじゃないっていう今みたいな提起をいただければなというふうに思います。難しく考えないと、それぞれの場所からオンラインでつなぐっていう形にすれば、それぞれの場所オンラインの議会なんだから可能なんではないかっていうのが今この議場内では多数を占めている状況です。以上です。はい、ありがとうございました。その他皆さんの方からございませんでしょうか。はい、ございませんね。はい、じゃあなしと認めます。それで再開をいたします。デモテック関係者の皆様、ありがとうございました。ただいまの休憩中ですね、皆様から様々なご意見を頂戴をいたしました。まず米田社長様の方からですね、まあ、機能としては様々日々バージョンアップしている、まあ、ただこの機能に頼らないでですね、代替をした機能を生かしてですね、運営を知って行って、した方がいいのではないかというようなご発言がございました。また中村様の方からは秘密会ということは大変大事なことなので、まあ、オンラインでもできる方向にした方がいいのではないかと。でまた事情に、まあ、集まらないような緊急の場合、まあ、市内のですね、様々な公共施設何かも使ってですね、まあ、使用活用して、そのような準備もした方がいいのではないかというようなご発言もございました。また幼い様の方からも、秘密会の機能、まあ、いろんな休憩中議事録残さない、場面なんかも想定されると思いますので、まあ、トライアンドエラーを積み重ねてですね、まあ、そういった方向でというようなご発言もございました。また高橋様の方からも様々な、今日模擬議会の方でも、インタープレイス様の、昨日今回試させていただきましたけれども、まあ名前の表示が小さいのではないかというようなご指摘もいただきましたので、また今後の、まあ、機能改善の方、努めてまいりますというようなご発言ございました。ありがとうございました。で皆様のご意見いただいて、まあ、事務局の方からですね、まず議場に招集一箇所に集まらないような状況でも、この新しい新草案の方の第一条の方でも、一応、議場以外でも、招集できるような、想定も一応、新草案の第一条の方にも、一応反映をさせていただいておりますが、また、それに伴ってですね、また、さらに中村様の方からも、まあ、A 会場、B 会場というような、一箇所に集まらないケースもあるのではないかというようなご指摘もいただきましたので、まあ、今後の検討課題とさせていただければと思います。また、細谷委員の方からもご発言がございました。まあ、オンライン、オンライン化が進んでも、まあ、この、まあ、リアルで、まあ、ロビー活動ですとか、まあ、各会派で移動して、まあ、
会議の、まあ、調整なんかもつけなければならないということなんですけれども、一応オンラインの方でもそういったことが可能、ブレイクアウトセッション機能などを使ってそういったことも可能だというのは、あの、自分からの発言がございました。以上のようなあの発言をいただきました。それでは次に審査日程の3、その他でございます。委員の皆様の方から何かございますでしょうか。特にございませんね。はい。それで事務局の方から何かございますか。はい。なしと認めます。協定関係者の皆様も大丈夫でしょうか。はい。よろしいですね。はい。承知いたしました。はい。それで本日の討議はですね、以上としたいと思います。次回の委員会の日程を調整しますので、また休憩をいたします。で、次回のちょっと委員会の日程なんですが、定例議会、次の来月の定例議会中ですね、定例議会中にですね、持てればというふうに思っておりますが、皆様、日程の方はいかがでしょうか。定例会の方なんですが、6月の、はい、上崎次長。はい、はい。今日の午後1時からですね、議会運営委員会が招集されてますので、そこでその会議日程等について協議されると思われますので、そこのでデモテックの特別委員会の日程も確保するっていうのが今委員長がおっしゃられたんで、そこで決まってくるのかなと思われます。で、次回の会議は その中で決めたいと思いますので、ですので本日の会議は以上で終わりにしたいと思います。よろしいでしょうか、皆様。はい。それではですね、これでデモテック、再開します。それではこれで、デモテック戦略特別委員会を閉会をいたします。皆様お疲れ様でございました。中村様、米田様、幼井様、高橋様、ご対応中、本当にありがとうございました。ありがとうございました。次回もまたよろしくお願いいたします。ありがとうございました。